商品を作りにアトリエに行こう。おかえりレスナ。ただいまです、師匠。次ここに戻るときはオートに着いたときだって言ってたわよね。ということはもうオートに？ちょっとですね、お金が尽きちゃってですね。だからまた商品を作ってお金を稼ごうかなと。前に作ったの全然売れてないのね。相変わらず商売は下手ね。師匠、教えてくださいよ。コツとかは分かんないんだもん。勝手に売れるっしょ。師匠がすごすぎるんですよ。他に参考になる錬金術師がいればな。そうだ、会いました、錬金術師。やっぱりオートにはまだ錬金術師がいるんですね。前からここにも何人かやってきていたのよ。あなたがいない間にね。え、いつの間に。結局周りは全部崖だったわね。もしかしてこのアトリエ浮いてる島に立ってるの？咲いてる花も見たことないものばかり。後で調べてみませんか。これはもう奇跡です。星の導きに感謝を。普段はどんな調合をしてるんですか。皆さんが錬金術を始めたきっかけは。どんな本を読んでいますか。好きな色は、香りは。レスナ、落ち着いて。まずは自己紹介。ごめんなさい。レスナ・ステルネンリヒトと言います。師匠の下で錬金術の修行をしてます。ザスキアさんのお弟子さんなのね。私はマルローネ、よろしくね。次は私だね、ユーディットだよ、よろしく。私はロロナだよ、はじめまして。シャリステラです、よろしくお願いしますね、レスナさん。よろしくお願いします。皆さん、どうしてこのアトリエに。師匠がお連れになったんですか。ううん、向こうからやってきたのよ。こんにちはって。やってきた？ええ、本当はこことは違う世界にいたはずなの。ある日目を覚ましたら見たこともない場所にいて。何も分からず途方に暮れていたら、見慣れない飴を持ってることに気づいたの。その飴を舐めてみたら、ここに飛んできたってわけ。他のみんなも似たような感じみたい。あなたたちのように別の世界からやってくる人は時々いてね。異邦人なんて呼ばれてるわ。どうして皆さんが私と同じ飴を持ってたんでしょう。
私は師匠からもらいましたけど。そう。ともかくこれもきっと何かの縁。アトリエには自由に出入りしてくれて構わないわ。他のみんな、ここに来た異邦人たちにもそう伝えてあるし。マルローネさんたち以外にも異邦人が？ええ。ここは将来たくさんの異邦人が集まる場になる。これから賑やかになるわよ。ありがとうございます。困った時は使わせてもらいます。お礼と言ってはなんだけど、もしやってほしいことがあったら何でも言ってね。あ、じゃあ錬金術を教えてほしいです。その、この世界の錬金術は私たちの知っている錬金術とは違うみたいなんです。それにね、知ってる錬金術ができないかなって試してみたんだけど、なぜかみんなうまくいかないの。そうだ、せっかくだからレスナとみんなで調合してみたら。マルローネさんたちもこの世界の錬金術を知りたいでしょ。お願いします。じゃあレスナが用意しようとしてた商品を教材にパパッとやっちゃいましょう。レスナ、まずはマナの用意をお願い。はい、師匠。呼ぶことがたくさん。レシピはどれでしょう。すっごく充実してる。お手伝い、頑張るね。任せてください。次に入れるのは多分この薬だよね。私が知ってるのとはちょっと違う気もするけど。見たことない素材ばかりね。ねえレスナ、これって何？ああ、それは素材同士を混ぜ合わせた時の反応を中和するためのものです。ああ、なるほど。私の世界でも同じようなものを使ったことがあるよ。私も。ということはマルローネさん、こういう手順で進めれば。うん、ようやく先輩らしいところを見せられそう。なんとなく分かってきたかも。これならみんなで力を合わせれば
なんとか調合できそうです。へえ、途中までしか教えてないのにもう理解したみたい。すごい。私なんかどれだけかかったか。ほら、ぼーっとしてない。レスナーの商品を作ってるんだから集中。はい、集中集中。できた。できました。こんなに完成度が高いものを作れたのは初めてです。これがみんなでする調合なんですね。レスナちゃん、ありがとう。おかげでなんとなくやり方が分かってきたよ。あ、いえ、そんな。皆さんすごく手際が良くて、むしろ私が足を引っ張っていたような。そこは錬金術師としての経験の差かもしれないわね。多少やり方が違っても通じるところがあるんでしょう。でもまさか錬金術がこんなに大変だなんて思っても見なかったよ。昔はこうじゃなかったそうよ。一人でも簡単に錬金術が使えたの。水星から降り注ぐ星の恵み、大量のマナを使うことでね。でもいつしか水星の数が減って、マナが枯渇の危機に瀕してしまった。だから錬金術は衰退していったの。そうして長い時間が経って、今はもう錬金術自体覚えている人はほとんどいない。あのマナってそんなに貴重なものだったんだ。じゃあ、あまりむやみに調合はできないってこと？その点は心配いらないわ。このアトリエはちょっと特別なの。ここでは錬金術師たちが力を合わせることでマナを増幅することができるのよ。そんなものが作れるなら錬金術は廃れずに済んだのでは。残念ながらそう簡単に作れるものでもなくてね。ほとんど偶然、奇跡の産物なの。このアトリエができた頃にはすでに錬金術は過去のものだった。昔のように誰もが錬金術を学び取り組むというのはやはり難しいでしょうね。でもそんなのもったいない。錬金術はとっても素晴らしいものなのに。だから私、果ての大陸を見つけて錬金術を復活させたいんです。果ての大陸？たくさんのマナが眠ってると言われている場所です。遥か海の向こうにあると言われています。伝説、おとぎ話の類だけどね。昔国中の錬金術師が総出で探したけど結局見つからなかった。でもきっとあるはずです。果ての大陸を見つけてマナの問題を解決して、みんなが錬金術で幸せになれるようにしたい。だから立派な錬金術師になって果ての大陸を探しに行きたいと思ってます。すごい、そんなこと考えてるんですね。いい夢じゃない。夢は大きい方がいいわよ。そのためにはまずは私が出した課題をこなして見習いを卒業してもらわないとね。前にも言ったと思うけど、今のままじゃ果ての大陸を探す旅なんて許可できないわよ。はい、分かってます。師匠に認めてもらえるよう頑張ります。あの、果ての大陸を探すにあたってどうするかってもう決めているんですか？まだ場所の見当もついていない状態なので、まずは錬金術の素晴らしさを広めたいって思ってます。そうすれば一緒に果ての大陸を探してくれる人が出てきてくれないかな、なんて思ったり。その前に師匠の課題をこなして一人前の錬金術師だって認めてもらわなきゃなんですけどね。
レスナさん、私もついていってはいけませんか？マナが枯渇してしまうという話、実は私の故郷でも似たような問題に直面しているんです。私も錬金術師としてその解決方法を探していて、レスナさんのやりたいこととちょっと近いなって。そうだったんですね。だからレスナさんについていけば私も何か得るものがあるかなって思うんです。それに頑張ってるレスナさんをなんだか放っておけなくて。むしろいいんですか？ぜひよろしくお願いします、チャリステラ先輩。先輩、なんだかむずがゆいですね。錬金術師の先輩と一緒に旅ができるなんて夢じゃないよね。